皆さんこんにちは伊藤塾塾長伊藤誠です受験生の皆さんへのメッセージ第166弾ですねになります、まあ、2月に入りましたいかがお過ごしでしょうか私は、うん、先週末のところでは富山に行って講演をしたりちょっと雪が降ってて寒かったんですけどねそれとか高校に行って話をしたり、まあ、相変わらず忙しい日々を送っています 前回のところで本当はお話をしたかったんですが悲しいお知らせが一つ鈴木邦夫さんが1月11日だったかな亡くなったという報道が先月末27日にありました。 一水会の元代表なんですが、まあ、皆さん若い皆さんは鈴木邦夫さんと聞いてもちょっとピンとこない方もいらっしゃるかなと思うんですがあまあ私よりも10歳20歳ぐらい若い皆さんぐらいまでならばもちろん上の世代の方も当然ですが新右翼ということで、ね、この一水会の鈴木さんが番組テレビなどで。 例えば朝まで生テレビですとかねそれだけではありませんいろんな討論番組ですとかまたさまざまな場面で言論活動で発言をされてたそんなことを思い出す方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですがこのスイックニューさんが79歳で亡くなったという報道がありました。一水会 まあ、いわゆる親右翼の団体です民族派の団体といってもいいかと思うんですがいわゆる右翼の皆さんたちというのは、まあ、いろんな考え方があるわけです愛国心というものに基づいて、えーまあ、日本の、まあ、価値観それを大切にしよう、まあ、天皇制ですとかさまざ、あ、まな日本のご来からのあ日本の価値それを大切にしようといわゆる報酬というものとつながったりするんですがこの右翼 団体だと言われてたのの一水会の鈴木さんが非常に幅広くうん、まあ、いわゆる左翼というのかなリベラルな皆さんたちとも交流を持ちながら幅広く言論活動をされていました、まあ、実は私も随分鈴木京乃さんとはあまあやり取りをさせていただいてさまざまなシンポジウムだとか講演だとかいろんなところで、えー、まあ同席をさせていただいてお話をさせていただいたりしたことがあるんですね。でうんそんな中で 伊藤塾にも呼んでお呼びをしそして実は明日の法律家講座これは2008年になります2008年の3月の137回という明日の法律家講座で憲法改正と愛国心問題ということで天皇制だとか日の丸君が代問題などについてもお話を伺いました。 憲法改正について賛成とか愛国心とかね、それを重視するとか、あれなんか伊藤塾、えーね、その塾長の考えとは違うんじゃないのと思われる方いらっしゃるかもしれません。ですが、あ彼はあ安倍首相の会見論、これにはもう国家主義的だと言って大反対。また、あ在日韓国人の皆さんたちへのヘイトスピーチなどにも厳、えー、非常に批判的で抗議をしたりしています。 まさに言論の自由表現の自由というのは極めて重要だそしてまたこの日の丸だとか君が代だとかこういうものを国が押し付けるというのはおかしいむしろそんなことをやるのが天皇に対する不敬に当たるんじゃないかということで極めてまっとうな当たり前な あいわば憲法価値を実現するそういうことが本当は大切なんだ、まあ、もちろん憲法改正したいけれどもでも安倍元首相の改憲論なんていうのは、えー、もうとんでもない大反対だというそんな言論活動もされていました、まあ、いろんな意味で私と、まあ、思いを共有できるところもあったものですから、まあ、こうして呼んでお話をさせていただきましただから、まあ、あの講演をしていただいたんですねいろんな考えがあっていいと思います でそんな中で何か右翼だからといってレッテル張りをしてもうその発言は一切聞かないとかね全て拒否するそれは違うだろうと。 右翼左翼だとかそんなレッテル張りをするのではなくそこで発言されていることその考え方を一つ一つについてうんまあ納得できるところまた共有できるところ批判しなければいけないところそれぞれあって当たり前なところですよですから何か大きな括りでねいやこの人は右翼だから左翼だからいやこの人はなんか保守だからいやこの人は革新だからこの人は自民党支持者だからこの人は共産党支持者だからみたいな形でレッテル張りをして決めつけていく。それは 非常に今問題というかな。 憲法的な観点から見た時に正しい対応の仕方ではないんだろうと人間というのはいろんな要素の集まりでその人の個性が出来上がってるわけですよねですからさまざまな考え方やさまざまな要素によってその人が出来上がってるわけですから賛同できるところもあればできないところもあるのは当たり前のことですですから何かある人に対して自分とは関係ないとか自分の考えとは全く違うといって拒絶をするのではなくいかにそこで折り合いをつけたり共有できる共通点を見出したりすることができる できるのか、また理解をお互い深めていくことができるのかそれが大切なんだということを私はこの鈴木邦夫さんから随分と教わりましたそういう意味でも本当にちょっと残念な思いですまた改めてこの明日の法律家講座2008年に行われた137回ですけどね、えー、まあ見てみたいなというふうに思ったりもしました さて日2月1日には高校法政大学の附属高校第二高校というのがもっと、えー、あるんですねでそこで、まあ、すぐそばのところではあるのですけれども行ってきました、武蔵小杉のところで、えー、高校がありますそこで中学、高校と一貫だったかなあごめんなさい高校をですねそ,のそして昔は男子校だったんですがあ今は男女共学になっていますで男子校の時代からもう10年以上前からあそこで呼ばれて。 そして法政大学の法学部に進学をされるそんな皆さんたちに、まあ、法律、それから弁護士の仕事そんなお話をさせていただいたんですねもう非常に熱心に聞いていただいてで法学部進学がすでに内部進学で決まっているということもあってなんですけれどもいろんなご質問もいただきましたしそしてあ弁護士、仕事興味がありますとかあとで質問の時間のところで、うん、人権派の弁護士とやってみたいんだけどおそれって大丈夫なんですかとかそんなでやっていけるんですかとか刑事弁護やってみたいんだけれども それで食べていけるんですかとかさまざ、あ、まないろんな具体的なご質問もいただいてとても有意義な時間を過ごすことができました、まあ、ちょっと今回ね本来ならば自撮りのツイッター,ー流したかったんですけどねちょっと忙しくしてタイミングをしてしまったんですけれどもで終わった後の質問で例えば死刑制度についてだとかそれから夫婦同性、まあ、同性婚の問題だとかさらには。えー あれですね、その刑法の改正のところで侮辱罪の厳罰化の問題、まあ、そういった具体的なテーマについてこんなふうに調べてこんなふうに考えているんだけどもこれはどうなんでしょうみたいな形で具体的なそんな本当に勉強していて立派なもんだと思いました、まあ、こんな高校生の皆さんたちがもっともっと勉強してねしっかり勉強して伊藤塾などをうまく活用しながらいい法律家になっていただければすごく嬉しいなと思いました。 その同性婚、まあ、彼ら、彼女らも同性婚だとかそういった問題についても非常に、えー、強い関心を持ってくださってたんですがその同性婚といえばあ、まあ、残念ながら岸田首相の発言が,残念な発言がありました、えー、岸田首相が1日の,その衆議院の予算委員会で同性婚の法制化に関連してこんなことをおっしゃった極めて慎重に検討すべき課題だと述べて、まあ、要するに否定的な考えを述べられたということなんですね。 でその中で、えー、同性カップルの結婚の字を認めようとしない、えー、要するに制度改革をしようとはしない態度がここに示されたんですがその理由について家族観や価値観社会が変わってしまう課題だと強調したそうですよいや家族観や価値観はどんどん時代とともに変わっているんですねその変わっている部分をいわば先取りする。 先取りできなかったとしても後追いでしっかりとしたそのやっぱ価値観の変化に対応していくことこそが本来の保守の役割ではないかと何か昔の、ね、価値観にこだわり続ける。 といいうののはは決して保守の考え方ではない先ほどの鈴木邦夫さんの考え方その対応の仕方その姿勢というものからもっときちっとね本当に保守を辞任する人たちは学ばなければいけないんじゃないかと本当に思いますよ国民の多数がもう今、同性カップル同性婚を認めていいんじゃないかそもそも G7 の中でこの同性婚を認めていない日本だけですよ。岸田首相は海外外国に出かけてよくね 価値観を共有するとか法の支配の国だとか自由と民主主義という価値観を共有するんだからみたいなことを、まあ、安倍元首相もそうでしたけども自民党の議員、総理大臣ってみんな外国にいてそういうことを言うわけですよそんなふうに、ね、価値観、自由だ民主主義だそんな価値観を共有するんならばもう今、世界の潮流としてこの同性婚を認めるある意味で当たり前 LGBTQ に対して自由を認めていこうというところはある意味では本当に、えーまあ、世界の大きな流れ潮,潮流になっているわけですから こ日本もしっかりと追いついていくということは本当に必要なことだろうと思います、えー、まあちょっと、ね、気持ち悪いからとか嫌だからと、まあ、個人的にいろんな思いがあるかもしれません、でも当事者の幸せ、それを他の人に迷惑をかけない限りは最大限尊重すると、そういう人権もしっかり保障していくということが何よりも大切なことなんじゃないかと私は個人的には思います、またこの同性カップルを認めることが経済的な効果も極めて大きいと言われているんですね、同性婚を認めることによってアメリカなどでも相当な経済効果が上がっているぞと言われていますし。 まあ、アメリカなどの、えー、テレビ、えー、番組だとかテレビドラマですよね、そんなものでも、もごく当たり前に同性カップルが普通にドラマの中で登場してくるわけですよ。でそのの多様性をを認めるとということの意味をしっかり やっぱり世界の潮流がこうなっているということも理解した上で、まで、あ、だから、何か日本が世界に合わせなくちゃいけないというわけではないですでも、それはある意味では人間の多様性を認めていく本来の姿なんだろうと私は個人的には思うところなんですね具体的に目の前で、うん、その同性カップルが苦しんでいる。 えー、それがいろんな医療の現場だとかさまざまなところで、えー、本当に苦しんでいる,その苦しんでいる目の前で苦しんでいる当事者がいるならば法律家としてそこに手を差し伸べるということは本当に必要なことだろうと思います政治の世界でなかなか今の自民党の一党あの、まあ、公明党も、ねえー、いますけれどもでも実上自民党の一党独裁に近いようなところがずっと続いてしまっているその多数政治の多数派がなかなか これれが前へ進められないただ、それも国民の声を吸い上げての報酬の自民党じゃなくて、えー、ある意味ではあ一部の。 例えば旧統一教会もそうでしょうし神社本庁もそうでしょうし同性婚などは認めないというその宗教団体その声をいわば反映させる形で政策に反映していこうとまあこれが今回の旧統一教会の問題でも明らかになってきたわけですよねそんな狭い保守政党でどうするというふうに思います一歩先を見ながら世の中の変革を取り込みながら改革をしていくそれが本来の保守政党ではないかと思うんですがなかなかそれが時代に陥ちていけないときに まさに目の前の当事者。 少数者の人権を守るためにこそ司法裁判所があるわけですからしっかりと裁判所は意見立法審査権、えー、意見審査権も発動して少数者の人権を守るそういう本来の裁判所の役割をしっかりと果たしていただきたいと本当に思います、えー、まあこの同性婚の問題政治に任せておいたんじゃなかなか済、うんまあ、まないでそれこそがまさに日本の経済の停滞そういう多様性を本当に見て認めないっていうところが多様いわば経済の停滞の大きな原因の一つ まあ少子化に対して異次元の対応なんてね次元の異なる対応なんて言うんだからならばそういうところに一歩前に踏み込むということがとても大切なこと子どもを育てるということに含めてもそれも多様性を認めていくというところにこれはも直接、間接につながっているわけですからねですから本当に少子,少子化問題にも対応したいということであるのならばあったに、ねそのまあ、子どもに対して金銭的な面でそういった家庭を優遇するだとか。 子どもがたくさんいる家庭についての税金、所得税を優遇するだとかいうものだけでなく社会全体のいわばムード、雰囲気、空気、を多様性を本当に認めていくそういう方向に変えていくということも本当に見ての少子化対策に,にとっても重要なことではないのかなと思います。 えー、ただ、今の憲法の下でもこういった同性婚を認めるべきだしそれも憲法上少なくともそれは禁止するのはおかしいと私は個人的には思います。ですがむしろそれを逆方向で憲法改正。 家族というもののあり方を固定しそして同性婚を認めない LGBTQ みたいに対してもやっぱ個人として尊重しない方向に行こうとする会見というものが今まさに進められようとしているわけです2012年の自民党の会見案の流れの中で、まあ、自民党が4項目というものを安倍元首相のところで発表しましたでそれに対して今回、下村大臣の発言がありました。 この下村大臣がです、ね、こんなことを発言しているんですね、えーまあ、ここはあの安倍派の,、まああのまあ、会合の中でということのようなんですが、その下村区分会長代理がその派閥の会合の中で、 こんなこことをおっっしゃってます、まあ、これまでは公明党への配慮から自衛隊の在り方を変えることなく9条に明記することを決めたんだとこう説明をされるんですね、まあ、実際には9条の2で自衛隊を明記することによって大きく変わることは明らかです何も変わらないという嘘ばっかりなんですが、まあ、それでも、ね、公,明党への公明党への配慮から自衛隊をただ明記するだけにとどめたしかし、それでいいのかという問題提起なんですね。 というのは4年5年後には日本の防衛予算は世界で3番目になる海外では軍隊に位置づけられながら国内では必要最小限度の実力組織ということで軍隊ではない戦力ではないということは本当にそれでいいのか本当にそれで運用するのかと疑問を呈したということなんですね。 もう海外では完全に日本の自衛隊軍隊として扱われるような位置づけさまざ、あ、まな各国の軍隊と共に共同訓練を行っていたりするわけですよねそして、また安保法制そして今の反撃能力ということからも海外に出かけて,て戦えるまた海外の、えーまあ、相手国の中枢まで日本から攻撃をしてしまうことミサイルを打ち込んだりすることができちゃうそういう国になっていこうとしているときに あれは戦力でありません軍隊でありませんというのはあまりにもおかしいだろうだから、まあ、憲法改正これを進めていくべきなんじゃないか救助を含めた叩き台をもう一度議論すべき時なんじゃないか問題的ですそれからやり新型コロナウイルスを受けての緊急事態情報感染症を位置づけるだとか、まあ、これも、ね、法律で十分対応できるところをわざわざ会見したいというところで、まあ、こんな発言なんですね。で岸田首相も、えー、憲法改正は先,先送りできない課題 ととの考えに変わりはなないいいう、まあ、そんな発言もされていますで初の発議に向けて国会の議論の中でのスケジュール感も共有しながら前に進めていきたいというところでこの岸田首相もこの会見にやば極めて前向きなんです,、ね、ですがあどうでしょう、まあ、こういったところの会見のところ 私は、もし、まあ、今回の、ねえー、敵基地攻撃能力反撃能力もそうでしょうしまた集団的自衛権の行使もそうですけれどもならば今の憲法との関係はもは明らかに憲法違反なものですからもし本当にそれを認めたいならば国民的な議論をしっかりした上で憲法改正をするべきだと思っていますですから、その意味では国民的な議論をしこういう条項に変えて戦争する国になったらどうなるのか少なくとも政治家としては、ね、戦争する国になった時の国民の被害 そしてまたそれを最小限にするために国民をどう保護したらいいのかその戦争する国になることに被害の現実とそれから国民をどう守るのか国民保護の体制とそれをしっかりと国民に説明をすること。それは最低限 それは政治家の責任ではないかと思いますいや、何も変わりませんよ国民には何の被害もありませんなんて嘘ばっかりでどんどん前に進んでいってしまうというのは本当に恐ろしいことだと思います原発が攻撃された時どうするんだサイバー攻撃があった時にどうするんだどうやって国民を守るんだとそこの議論もしっかり国民で共有した上でその上でさらに戦争する国になると。 ということでこの少子化の中で自衛官、志願者がどんどん減っていくその中でどうやって戦闘員を確保するのか戦争に行って死ぬことを覚悟の戦闘員をどうやってこの今の国民の若者皆さんたちの中からどうやってそういう人たちを引っ張り出してくるのか、まあ、徴兵制にするのかどうなのかそんなことも含めてしっかりとした国民的な議論もした上で変えていくその道筋が何にもないまま、ね、何も変わりませんからと言って。 憲法だけ変えてどんどん先に進んでいってしまっていつか来た道をまた繰り返す本当にそれでいいのかと思います私などもあと10年、20年、えー、それは世の中は消えてきますけどね今の若い皆さんたちはこれからですからねこれからの皆さんたちがあ自分の将来、日本、世界のことを本当に考えるそのきっかけをきちっと与えてほしいしその情報提供した上でまで、あ、国民的に議論もしていかなければいけないんだと本当に思います。 さてちょっと大きな話ばかりをしてしまいましたが、まあ、小さな話決して小さいわけじゃないんだけれどもスシローなどの寿司屋さんだとかうどん屋さんでのいわゆる迷惑行為 SNS で発信をしてとんでもない行為が行われている、まあ、皆さんも報道などでご存知の方もいらっしゃるかなと思いますがその辺の話をちょっとやっぱりしてみたいなと思うんですね。もう うんまあ、いろいろネットなどニュースでも報道されてますからご存知の方も多いかなとは思うのですが、えー、例えば、スシローだとかお寿司屋さんのところで、ね、子供があ、まあ、子供といっても、ね、中学生、まあ、高校生なんだろうなと思いますけれども、うん、何かこのお醤油のところをなめてまた元のところに戻しておいたりだとか。 それかはま寿司のところでは他人が注文した寿司を食べちゃったり、えー、わさびを大量にのレーンの上に流れているその他人の寿司の上にわさびを乗せちゃったりだとか、まあ、いろいろそして SNS で投稿したりだとかひどいことをやって。 ててしまっているでそれに対して、まあ、当事者が、まあ、顔を出してね n s で流しているわけですすぐわかっちゃうわけですよ、そして謝罪に来た保護者とともに謝罪に来たけれどもはねつけてそして民事刑事の責任を問いますとこう言っているそうなんですね。さて民事刑事の責任という点で、えー、さて、どんな問題があるのかということをちょっとだけでも考えてみる素材にはなるかなと思います。 刑事事件との関係ではどうか例えばレーンの上を流れてきて他人が注文したお寿司を勝手に取って食べちゃうこれは果たして刑法的には何罪になるでしょうかというところですがこれは可能性としては窃盗罪の可能性があるとも指摘されています、えー、窃盗罪ただその場合にはじゃあそのレーンの上を流れているそのお寿司が誰の所有占有なのかということですよね でそれはあ、まあ、お店の側が例に載せたところでお客さんの所有、専有になったのかとあいうことですでも、その少なくとも勝手に食べちゃったあその犯人、えー、後遺者の専有ではない。 ととというううことは言えるだろうと思うんです、ね、レンの上に乗せたことによってお店の占有を離れてお客の占有に移ったのかそれともまだお客の占有には移っていなくてお店の占有のままなのか仮にお店の占有のままならばお店の側は勝手にそれを取って食べていいという許可はしていませんということはやはりそのレンの上を流れているお寿司に関しては注文していない客は占有券も所有券もまだ取得していない故にそれを勝手に取れば それは窃盗罪専用権侵害の窃盗罪の構成権に該当しうるということは言えるような気がしますそれからわさびをのせたなんてところも同じように他人の財物と言えるかですけれども少なくともお店の財物であり注文した客の財物であるいずれにせよ他人の財物であることは確かだと思いますからそこにわさび大量のわさびをのせて食べられなくなってしまうということはまさにこれは例の公用害するというこ器物損壊に当たり得るよねということですよね。 まあ、食べようと思えば食べられるけど普通は食べられないでしょうというのは器物損壊。 あの醤油のボトルなんかを舐めちゃうなんていうのもまあこれもちょうど食器におしっこを引っ掛けちゃう放尿するのが器物損壊だというこれも刑法の担当で勉強する知識じゃないですかあの紅用を喪失するというのと同じようにやっぱりボトル舐めちゃったらもうちょっと使えないよねっていうんで実際お店の側も全て取り替えたりだとか大変なそこでもえまあ被害、損害があるわけですからねこれ器物損壊に当たり得るでしょうとそうすると SNS に流すことによって偽計業務妨害罪。 実際に大きな損害があやっぱ会社の側に生じている客が減ってしまったり株価が減ってしまったりだとか大きな損害にもつながっているわけですよねですから偽計業務妨害罪、まあ、この辺の刑事責任は十分問い得るだろうというふうには思います、えー、そして民事の責任はどうか、まあ、これも損害賠償の請求ですよねでこの損害賠償といった時にかなりの損害が生じている。 億単位のの損害が生じてていいる場合計算の仕方にによってはととうことになりますですから、その民事の損害賠償請求ということになれば不法行為で損害の確定認定それからもう一つは SNS で第三者が特にガンガン拡散したことによってより被害が高まったということになるかと思いますからすると最初の SNS で発信した人の責任途中で第三者がそれを拡散したという第三者の行為が途中に介在して広がった。被害が 損害が広が広ったとというここになりますからそですが当然 SN、SNS に載せればそれが拡散されることは誰も予想できることですから少なくとも相当因果関係の範囲内ということは十分言えるだろうするとかなりの損害の広がりも416条類推によって相当因果関係のある損害だと認定される可能性は十分にあるかなと思います。 まあ途中に第三者の行為が開催したとはいえやはりそこは相当因果関係ある損害だと言われる可能性も高いかなというわけで損害の認定と因果関係の認定あたりのところが大きな問題になってきてるところだろうかなというふうふには思います、まあ、高校生であれば当然責任能力がありですからねで多額の損害賠償を請求されそれが確,確定したとても払える金額ではない、まあ、親の監督責任なんてことも一応、問題にはなり得ますよね。 そうそうそう親の監督者責任ということを問題にしたときに714条のところを問題にしたときにもう責任能力のある高校生の保護者がどこまで責任を負うのかということになったときに714条は無理ですから例の709条に基づいて親権、えー、者、保護者に対しても損害賠償請求ができるのかというところの論点それがどこまで監督義務が認められるかどうかという話になってくるんだろうなと思います。親の側の側責任はちょっっととと微妙で難ししいこあたてもその子供本人 まあ責任能力、当然ありですから多額の損害賠償を一生追い続けるということになるわけですね。いや、破産して免責これはもう非免責債権に多分なるでしょう悪意による不法行為であることは割と認定されやすいだろうなまあ今回はね。 悪意による害を持ったそれは不法行為だと考えることは十分できるかと思いますからなれば面積も受けられないということになりますからその多額の損害賠償債権を一生追い続けるということになりかねないな大変なことなわけですよねそういう民事刑事の責任法的な責任これをしっかりと問うべきだという意見が一方にあります他方でやはりまだ 未成年者なんだからその過疎性というところから考えてさてどうなんだともうちょっとなんかねそこは優しくしてあげた方が恩情をかけた方がいいんじゃないかという考え方も一方ではありましょうただこういうことで許されてしまうとなると模倣犯が次々出てくる恐れもある。やははりそこここ大変なことなとととんだということを まあそういうメディアの使い方 SNS のリテラシーも含めながらある程度そこは厳しい対応をすることが必要だという声も大きいかなとは思います。 まあこの辺は微妙なところで具体的なその当事者の立場に立ちながら被害者、加害者両方の立場でさて裁判官としてどういう判断をしていくだろうかそれぞれの立場の弁護士としてどういう弁護をしていくだろうかまあいろいろと検討すべきテーマ問題点が多いのかなというふうに思います、まあ、そんな中で刑法犯の認知件数が20年ぶりに増加したという報道がありました。 昨年1年間の刑法犯の認知件数要するに刑法犯として認知され見つかったその件数が5.9%も増えてこれ20年ぶりに増加したそうです60万1389件と増えたということなんですね実はこの刑法犯はどんどん,どん,どん下がり続けていました日本はどんどん治安が良くなって刑法犯の認知件数もずっと下がり続けていたんですねそれが昨年こう20年ぶりに上がってしまったということなんですね。 去年などは戦後最小の56万件ぐらいだったのが、まあ、今年60万件を超えてしまったということです。まあ、増えたのが自転車窃盗や路上での暴行や障害。えーまあ、あの宮台新さんなんかもそうですが路上で暴行を受けちゃうなんていう事件が確かに報道されてますよね。その街頭犯罪、路上での街頭での犯罪が14.4%も増えたということのようなんですね。であとは特殊詐欺ですよねあの。オレオレとか振り込め詐欺だとかの特殊詐欺。これが あ昨年比で2割も増えてしまった、まあ、例の特殊詐欺、えー、そして後あの強盗殺人の事件などの首謀者がフィリピンから移送されてくるのかなんてことも、えー、今、報道真っさ中ですよねですからこの特殊詐欺は本当に年々これやっぱり増えているわけですよで、前年よりも79億円も多い361億円の被害 逆に言えば361億円いわ、えー、ばあ奪い取った利益を得てしまった詐欺犯人たちがいるぞということですとんでもないことですよねで、えーまあ、さらに、えー、殺人だとか性犯罪などの重要犯罪もまた少し増えてしまったということのようなんですね、まあ、最近はちょっと、ね、侵入強盗,強盗があちこちで起こってということでこれもまた皆さんも不安を感じる方々周りもいらっしゃるんじゃないかなと思いますがあいわゆる体感治安というかな 不安を感じるかどうかというところですが。 まあこれも、うん、ここ10年で治安が良くなったと思うか悪くなったと思うかという体感治安、これも67%がどちらかといえば悪くなったと感じていると、まあ、最近のこういった報道の中でということな,んです、ね、なものですから、まあ、認知件数というのは今の認知されたものだけですからその背後には暗数があります、実際に起こった事件の数というよりも見つかった事件の数ではあるのですけれども、まあ、それでも大きなトレンド、流れはわかるかなと思います。 でなので治安のいい日本、まあ、経済大国で治安のいい日本なんていうそんな評判はもう過去のものになりつつあるなというところなのかもしれません、えーまあ、いろいろ法律を学ぶものとして、えー、考えさせられるところではありますさて、えー、それでは各試験家の皆さんへのメッセージなんですが小試験の受験生の皆さんへ予備試験の願書の受付、えー、伊藤塾で <laughs> その願書をお配りしますよと。 えー、法務省からねちょっと預かった願書を皆さんにお配りしますよという受付を2月1日からスタートしましたすでに初日で2000件以上の申し込み実は去年は700件初日700件だったのが今年2000件も、えー、もう伊藤塾お願いしますと申し込みがあったようですで2月23日からより伊藤塾からご自宅に発送をいたしますのでもうちょっとお待ちください <laughs> まあ7月へ、ねえー、試験時期がちょっと後ろ倒しになったよということもありますが、まあ、これから4月までまだまだ準備期間がありますですからそれをどう効率的にうまく7月の試験のピークそこ7月の試験までピークをどうやってうまく持っていくのかというそのピーキングこれからの計画勉強計画がとても大切かと思います。 で2月の8日と11日に秋島先生による学習法学び方の勉強の仕方のイベントがありますまずは,あーとこれは2月の8日水曜日19時から z o o m ムライブで実施しますがここでは2023年予備試験担当本試験に向けた進路別学習法と。 まあ勉強が順調な方もそれから、まだちょっとどうかなごくごくだななんて思われている方もこれからどういう勉強をうまく進めていけばいいのかというところでそのセオリーをここでぜひ、秋島先生もうプロ担当のプロですからねぜひここで獲得していただければと思います。 それからもう一つが2月11日の土曜日ですねこれは14時からになりますえズームライブなんですがこちらも秋島先生基礎マスター県民系までの知識での挑戦2023年予備試験担当式試験の効果的受験方法とまだ県民系すら終わっていませんという方も始めたばかりでという方も大勢いらっしゃると思いますそんな皆さんでもえこの4月に向けてどういう勉強しそして4月の本試験をどう生かすのか。 次に生かかすのか来年に生かすためにこの7月の予備試験の活用の仕方これは極めて重要なんですね本番を経験するということはその先の実際に受かっていくそのいわば試験に向けての準備として極めて重要ですただ受けるだけではなく何を意識してどういう準備をしどういう受け方をするとそれが次の合格する年に向けて意味を持つことになるのか効果的なのか極めて重要です。 ままだまだ自分なんてね本試験を受けるレベルではないんですなんて皆さんにえ特にねこれ聞いていただきたいなというふうふに思っています何を獲得するのかを明確にして準備をしそして本試験を迎えるそれが次につながるぞということになります2月11日の土曜日え14時からのズームライブなものですからもうすでに両方とも200名を超える予約を受け付けていますえぜひごぞっとね参加していただければ嬉しく思います それから公務員は試験がどんどん変わっていますあ本当に国家公務員で試験が前倒しになったりだとかいうことも含めながらいろいろ情報が本当に重要です毎回お話をしていますが公務員試験は情報戦ですからね、えー、なのでオンラインセミナー学年別、志望先別のオンラインセミナーを実施していますので。 ええまあ公務員試験年齢引き下げだとか受験時期の前倒しだとか地方公務員についても前倒しだけじゃなくて民間就職のね試験を活用したりだとかまあさまざまな変化がありますからぜひ伊藤塾の公務員試験対策のセミナー参加していただければなと思っています。少人数の受験生の皆さんへはえ二月より小山講師の講座エキシードコースというもののちょっとご案内です。このエキシードコースというのはエキシードを超える。 合格ラインを超えるというそんな意味合いで名前をつけた講座なんですがこれまで、法律の学習経験のある方に向けてです。 ですからもちろん小書士試験の勉強をしてきましたという方もそうですし行政書士、合格しましたという方もそれから今まで司法試験、予備試験勉強してきたんですという今まで法律学習の経験がありますという方がこの司法書士試験に向けて何をどうしたらより効果的に勉強していける合格ラインを超えられるのかという YouTube ガイダンスですね2月の4日土曜日、明日ですけれども実施をいたしますので。 ぜひこれも参考にして見ていただけたらなというふうに思いますでこのエキシードコースのガイダンスというかなそのコサ内ラですねこの2月の4日 YouTube ライブのガイダンスがありますこれまでの学習経験を効率的効果的に点数化して合格ラインを超えていくという、まあ、そんな YouTube ライブなものですからぜひこれも参加していただければなというふうに思います 行政書士試験験の受生あま前回もお話ししたとおり合格祝賀会これを2月の19日13時から伊藤塾のすぐそば,そばのセルビンワンタワーホテルで行います、えー、合格祝賀会ですでこちらでは日本行政書士連合会の会長の常住豊先生も何度も伊藤塾に来てお話をしてくださっている常住先生に来ていただいてご来賓として来ていただきます あとはコスモス会から、まあ、伊藤司君の同窓会です、ね、から大学大輔先生も来ていただきました、まあ、他にも何面も 同窓会から実務課の先生が来てくださいますからその先輩たちから実務のお話を伺うどうやって仕事を始めたらいいのかいろんなアドバイスも受けられるんじゃないかなと思いもちろん伊藤塾の講師、まあ、清水大輔講師もそうですしさまざまな伊藤塾講師も参加しますのでお祝いをいたしますからぜひで参加定員を100名に拡大をいたしましたなので遠慮な,なくこれ申し込んでいただければ縦のつながり横のつながりその合格した後のつながりこそが 実際現場で活躍をする上ではとても大切ですから、えー、まあそういう人脈作りにも生かしていただければ伊藤塾だからこそその縦横のつながりができるこれまあまさに伊藤塾単なるオンラインで勉強するだけで合格しましたといまた独学で合格しましたというのとはわけが違う伊藤塾ならではの大きなメリットなものですからぜひそれを、えー、まあ活用していただければなというふうに思います。さて今日はここまでにしましょう。また一週間なんかねインフルエンザちょっとまた広がる恐れもあったりしますコロナも予断できません。 毎日の日々の健康手洗いですがうがいですとか基本的なところを気をつけながら、まあ、マスクはだいぶ、ね、緩和されそうな方向ですけどね、えーまあ、健康、一1日一日やるべきことを淡々とやるべきことと淡々と前へ進むこと迷ったりいろんなものに手を出したりするんじゃないやるべきこと決まってますからその淡々と前へ進めていくそんな形で頑張っていきましょう私もまた1週間頑張りりままます今日はおききいたししてありがとうございました終わります。